はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3のパート42を始めたいと思います。今回はですね、静寂の天動石というものを使って、この最初にいた主人公がいた場所ですね、ダンジョンっていうかね、これ一番最初いた空間、ここのね、ここですね、一番最初の空間、ここ行くと、まあ上上がっていけて、まあここ実は初じゃないんですね。まあ何回かやったんですけど、まあここにね、宝箱とかあったりはしたんですけど、小さなメダルとかありましたね。そしてこうぐるぐるずっと上がっていくと上にね、面白いものがあるんですよ。ここですね、ここにも宝箱3つありましたね。まあちょっと収録外だったんですけど。おっとっと、落ちないようにして。で、ここに出ます。で、何があるのかなって話なんですけど、ここね。飛ぶねー。これ。はい。ルビ体積がある。持っている静寂の天動石が遺跡に反応して光り始めたとね。3までクリアしたんですけどね。マスターズロード、情報。マスターズロードは、静寂の天動石を使うことで起動できます。星4ランクか。3できつかったのにな。はい。遺跡に天動石使った。まあ、3、4か。大丈夫かな？まあ、ここをクリアしてみる。うわぁ、なれ。何がいいのかな、奥に。え、なんだこれ。これ乗り物？あれ強いんちゃう？いい。これ飛んでたら早いじゃん。ヘルコンドルとかいるけど。えい。えい。えい。かわせ。ああ！ダメだ。もう今ね、オート戦闘というものがありましてね。これボタン押すだけで勝手に。はい、カズボたちは勝利したとね。こう卑怯ですよね、これね。まあ、レベルマックスなんでね、まあ見るまでもないかなと。面倒なんでね。オニオンとかも久しぶりですよね、これね。まあいいや。これはデスファレーナ。捕まえてますね。まあ、前回。あ、デスファレーナが変異した。まあこれは捕まえよう。トラップに倒されてしまった。もう一度。え、何これ。倒されてしまったって。これ、とりあえず倒しちゃおうか。デスファレーナが変異したんだったら。変異体どこ？キラキラ光ってますね。明らかに違いますね、他のデスファレーナとね。これを捕まえますよ、とりあえずね。応答解除して道具で、もしも振り肉いっぱい持ってるんで20個ありますよね。これを捕まえて後の攻略をしたいと思います。 80% と使う必要なかったかな。まあ、絶対捕まえたいですからね。はい、スカウト成功。なんでこのまま行きたいと思います。この炎に触れるとね、一撃なのでね。まあ、飛んでいけば、そんなね、怖くもないかなと。はい。ここも、4、5、6。これでいけば、そんなに。お、げんこつだけ。いいですね。これ8個でね、なんかできるんで。お、着きました。ここは、大丈夫かな。ファーム大丈夫ですね。よし、行きましょう。このバイクみたいな。フィニッシュ。
強大な力を持つモンスターゴールキーパーの存在を確認しました。ゴールキーパーと戦い勝利すれば仲間にすることができるようです。レジアクセルだって。戦いますか。はい。あ、ぶつかった。これモンスター戦うのこれ。んー、じゃあやってみようか。ちょっとわかんないけど、バイキルミに使ってみましょう。倒せるのかなこれ。おおおおおおお、今何、今トレンドクロス、アブトワリ、いやそこじゃなくて横やってほしいんだけど、よければギガブレイク、リベホイ、自分にかかりますよね。煉獄会本飛ばないか。おいですね、休みがかかるんだったらいいですね。強いな。バイク自体はあんまり強くない。3回攻撃。ハイテンション。じゃあ作戦で、まあ、命を大事にですね。キラーマジンガーがやばいんで、とりあえずここ回復で。やっぱり。はいはいはい。オッケー。みんな番勝だ。そこじゃなくて周り先倒してほしいですよね。あ、いたいたいた。あ、別にいいです。イケツカードぐらいだからね。星売るサンバ。これバイクですよね、単純に。はい。あと真ん中だけなんで、そんなに対して強くないと思うんですけど。強いな、これ。桜の先。もう強い。でもそんなに単体自体の攻撃は強くないんですけどね。火力高いですね、これね。よいしょ。メラマータ。これいったんじゃないか。どうなんだろう。あ、まだいかない。煉獄会。作戦。案外こげていいと思います。グランドクロス。カウンター。お、全然死なない。これ死なないんじゃないだろうな。なわけないよね。スカウトで捕まえるとかないよね。倒せばもらえるモンスターなんでしょうか。あ、いったいったいった。あ、6498。あ、これはいいや。はい、経験値マックス。おめでとうございます。マスターズロード完全クリアです。完全クリアを記念して、先ほど倒したレジアクセルが仲間になります。おー、レジアクセルが仲間になった。SS。まあ、いや、レジアクセル入れよう。え、これもしかして、以上で今回のマスターズロードは終了いたしますが、一度クリアしたマスターズロードに再挑戦することも可能です。では、お疲れ様でした。もう二度とやりたくありませんね。あれ、もしかして、カズボはマスターズロードの入り口へと飛ばされた。はい、草原の資料を塗り替えたものに送られる称号。また称号1個増えましたね。これもしかしてライドで、あ、でもメタルキングの方がいいんだよな。どっちかって言えば、メタルキングが寄ってくるから。ここでいいか。あ、これだ。レジアクセル。こことここ入れ替えよう。早っ、早い早い早い。え、ちょっと待った。早っ、早い早い早い。スピードが速い。これ完全にバイクじゃん。これモンスターじゃないじゃん、こんなの。早い早い。いいね、これ。おお。ただジャンプ力になん、お、リアクター反応ありだって。な、今更？え、何リアクター反応ありって。え、どこ？あ、時空の裂け目。なんだ、ちょうどいいじゃん。こんなとこに時空の裂け目がある。ちょ、待った。戦ったばかりなんでね、満タンしないといけませんね。
じゃあこうおまけということでちょっと裂け目に行ってみましょう。もうレジアクセルいいなあれ。え？光あふれる地です。あ、こんなん、あ、普通に入らなくてもあるんだねこれね、光あふれる地。いや、いいんだけどそれは。ここいつも行ってる場所ですからね、ただで行けますよ。2倍。じゃあ今回はゴールデンスライム捕まえられたらいいな。捕まえられなかったら嫌だけど、せっかくバイク手に入れたから、じゃあ外周バイクで回ればいいんだよね。ちょっとそれ考えてたんですよね自分。メタルキングはどうでもいいですよ。はい、こういうことですよね。まあ、いなかったらしょうがない。なるほど、ジャンプ力に何ありだなこのモンスターは。いました。これじゃあ捕まえてみようか。無理かな、捕まえられたら図鑑1個埋まるんですけどね。まあレベル上げても意味ないかな。霜降りでどのぐらいいくんだろう。でも捕まったら嬉しいけどね。スカウト、どっちみち一撃で倒しちゃうからね。案外いけたりして、うわなんだこれ 0.8% だって。これずっとやってればいけるねこれね。さあ見せろ幸運 20%。 5回やれば1回入りますね。ほら来た、一発ゴールデン。いやちょっと予定外のことありましたけど、まあ、モンスターが1匹入ったのでね、まあ、ここはねレベル上げに最適な場所なんですけどね、あいにく今レベルがマックスなのでね。ということで今回これですね、ネジ何でしたっけ、アクセルありましたね。最高。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。